You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかと渋谷でランデブー、こんばんは。はい、そしてそしてもうね、早速ご紹介したいと思います。本日のゲスト、実演販売士のジャンプ中澤さんとポンタです。中澤です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。相棒のポンタです、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ポンタ、いや、久しぶりです。もうポンタとは何年ぐらいの付き合いなんですか？ポンタとは4年目ですかね。4年、あ、意外とそう。もっと前、モンタの方は？ポンタが4年、モンタが1年。はい、あ、そうなんだ。で、まどかちゃんと京子は何年？はい、私たちはもう何年だ、14年、5年とか時がデビュー当時に一緒にイベントご一緒させていただいたり、うんうんうん、あとラジオ、あの下北沢のですね、下北 FM さんとか、多分出会いがそこですよね、うん、そう、あのフライデーズの2階の2階で、そう、あのパーソナリティをやられてて、でそこに出演させてもらってから、こう ね数々結構ライブイベントで、ね、ご一緒させていただいたり、そうなんです、長く仲良くさせてもらっております、ね、プライベートでも、ね、はい、14年何歳なのっていうのはね、まあ計算しないでおきましょうかね。まあ、そこはあのね、ちょっとピーっていう感じで、ね、はい、お願いします、はい、お願いいたします。はい、もうね、京子ちゃんとは、うん、この間もちょっとね、お茶したりとかもして、ね、いろいろ話しつつで、ちょっとこう時間が空くと話すことがね、たまりすぎて、たまる沼ですよ、我ら。そうなんですよ、もう控え室でもね、ちょっと止まらなくなっちゃって本当に忙しいです ね、もう京子ちゃんもお忙しそうなので、いや、今はね、ジャンプ中澤さんとして、はい、恐ろしい名前になってますけどジャンプ好きから、少年ジャンプが大好きすぎて、少年ジャンプがね、大好きすぎて、はい、でちょっとあの実演販売士って多分怪しいものかとね、うん、思われちゃうんですけど、はい、通販とかでね、まあ、商品を紹介している物売りでございます、はい、改めてよろしくお願いいたします、はい、お願いします。もう大活躍ですもんね。いや、商品がね、商品がいいものなので、いや、もうやっぱそれをこう紹介する人がいて、やっぱその良さが伝わって、やっぱね、買いたくなりますからね。メーカーさんの努力だよね商品がすごいんだ。すごい、さすが。もうありがとうございます。ではでは、じゃあここでちょっとね、はい、一緒に京子ちゃんも聞いてもらえたらと思うんですが、うん、いつもあの誕生花を、うんうんうん、あの本日の誕生花っていうのを毎週ご紹介していて、いいですね、はい、とあと花言葉をね、紹介してるんですけど、うん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 、今日5月10日の誕生花が、うん、アイリス、あとはアゲラタム、なんかね、ちょっと呪文みたいな、アゲラタムがいるぞ、アゲラタム、ドキドキ、油、肌ぶらみたいな、ね、ちょっとね、こういうパープルの、あ、こうかな、ちょっと京子ちゃんが消えちゃう、切る、そう、こういうお花なんですね、うんうんうん、で、アイリスもパープルだから、やっぱこの5、6月、こういうね、お花なんですけど、うん、こっちで、そう、妖艶な感じで、そう、なんかパープルがやっぱ多いんですかね、梅雨時期、アジサイもそうだけど、うん、そう、5月入ってくると5月の誕生花がちょっと水色からこうちょっと春から色が変わって少し濃いパープルにね、入っていく、紫がかって、そうそうそう、まあ、iPhone の新しいのもね、紫出てるし、流行ってるの、そうですよね、あれすごいですよね。そう、なんか12ですね、が出たね、あれちょっと前も12出なかったです、それのちょっとカラーバージョンが確か出た、そういうことか、なんかちょっと怪しいんで、はい、詳しくは皆さん自分で調べてください。すごい中途半端な中途半端な情報になっちゃうと、はい、でも綺麗な花ですね、はい、で、アゲラタムが、うん、他に青、ピンク、白色の花もあるそうなんですけど、うんうんうん、花言葉がですね、信頼、うん、あと幸せを得る、あら、安楽、うんうん、はい、そういうね、言葉があります。そう、いろいろね、なんかこう、ものによって結構でもパープルのお花って、うん、なんか怪しいイメージがあるけど、意外と信頼とか、そう、安楽とか、ちょっとこう癒しの花言葉が多い気がしますね、こうご紹介してる中で。で、黄色とかの方が意外とちょっとこう
裏言葉とか裏言葉みたいな、うんうんうんね、あの黄色いバラも嫉妬の意味があったりするじゃないですか、うん、あらまあ、そうそうそう、だから意外となんかそういうのが多いなと思いつつ、はい、あとはアイリスですね、うん、アイリスはの花言葉はメッセージ、うん、希望、うん、友情、賢さがあります。かっこいいな、はい、ね、いいですよね、うん、なんかこう花言葉にちなんだ何かな、何かわかんないですけど、なんかこう作っていけたらなとか思いますよね、うんうん、歌なり、うんうん、ちょっとこう商品作品だったりとか、そういうのもなんかね、そういうのにちなんで作っていけたらな、コンセプト商品とかときめいたり、ちょっと、はい、裏、実はこんなメッセージが隠されてましたとか、そう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 、裏花言葉っていうのもありますもん ね、 ね、 なんかね、そう、深いです。深い、はい、皆さんね、何かの際にちょっとトークのね、こうなんていうんですか、魚になればみたいな、ね、使ってみてほしいです。特に5月10日は後藤さんの日ですからね、うん、後藤、全国の後藤さんは、実はさ、花言葉、はい、アイリスにさ、ちょっとね、なんかそういう風に使っていただけたらちょっとキザな感じになっちゃうかもしれないですけどはい、使ってみてください。はい、では本日の1曲目聞いていただきたいと思います。まどかでシャルムシルク、聞いてください&ご覧ください。どうぞ。はい、まどかでシャルムシルク、聞いていただきました。いい曲だよね、僕も大好き。ありがとうございます、嬉しい、はい、はい、ではでは、ここで本日も映画トークコーナー参りたいと思います。ちょっとね、今日はゲストの京子ちゃんもいるので、ちょっと京子ちゃんにもそういうこうおすすめの映画なりアニメなり、あら、はい、ちょっとね、お聞きできたらなと思っております。はい、はい、なんか京子ちゃんありますか、うん、これ好きみたいな。これね、もうおすすめというか、皆さん、うん、もう今、はい、もう私のね、昭和世代の方は、はい、うん、もうゾクゾクしてると思うんですけど、もう皆さんこの会話し尽くしたかもしれないんですが、はい、エヴァンゲリオン、あ、はい、ちょっとみんな見たのかな、はいはいはい、今そうですよね、映画ちょうど、うん、今やっってる感じ、もう終わったのかな、ちょっと映画館が ね、 今閉鎖中ですもんね、お休み中だから、なのでね、ちょっと、うん、この近辺はやってはいないですけれども、でも3月末か4月頭ぐらいまではやってましたよね。まだまだね、やってて、ね、そうですよね。いや、ちょっとね、長年の謎が解けたりとか、うん、皆さんいろんなね、気持ちの方がいると思うんですが、ちょっと聞いてくださいます？はい、ぜひ。2時間半あったんですよ、映画が。結構長いですね。長い長い。で、みんなこういう長編の映画の時、トイレどうしてるんだろうと思って、うん、あ、確かに確かに。もうね、すごい悲しい話なんですけど、はい、
我慢できなくて、もう私の LCL 液がもう、あ、我慢できないと思って後半私トイレ行ってしまって、はい、エンディング見てないんですよ。マジでもう何やってんだって言われそうなんですけど、一番いいところで、そう、じゃあ最後がどうなったかわからないってやつですか。まだまだ私の中では終わってない。そうなんだ。でも逆にもう一回見て楽しめるっていう方にもいけるけど、ちょっとこうね、話ができないですよね見た人とね、そこが切ないですよね。ただもうね、まどかちゃん言ってくれたように、はいはい、もう私はね大人になろうと、うん、まあ、主人公のシンジ君が、はい、まあ、大人になっていくストーリーなんで、はい、そこを見れるんですね、あの少年が、うん、少年がこう、まあ、はいはい、大人になっていくっていうところもあるんで、うん、私も1時間ぐらいした時に、うん、すっごいトイレ行きたいな、でもなって我慢して我慢して、はい、最後の方にもう、あ、もうダメだ、集中できないってなったんで、あ、私は大人だから漏らしちゃいけないし、うん、もう一回見に来ればいいじゃん大人だからって、はいはいはい、それが学生とかだったら映画の1回とかって、うん、もうね、結構高いですからね、高いから、そう、でも大人だから漏らさないし、うん、また見に来ようというね、私の中で大人になったというね映画で、はいはい、まだ見てないけれども、はい、そんな思いを抱えつつ、そうだったんですね、次回はおむつ履いて、いや、もうあのコーヒーを飲まないとかね、もう水分取らずに見るとかね、そう、おむつちょっと本当にいろいろ考えましたよ、ね、大人おむつをしてね、うん、ちょっとね、もう、いや、それは切ない、まあ、楽しみは後に取っとくっていう風に捉えればまだで、結構皆さん騒がれてましたもんね、うんうん、やっぱエヴァ好きの方は、うん、私はちょっと実はあんま見れてなくて、うんうん、最初から、うんうんうん、で今回の映画もすごい話題になってて、うん、ちょっとどうなんだろうと思って弟たちがそういうの詳しいので聞いたら、うんうんうん、いや、これ他のも見てないと話がつながんないから、うん、見るんだったら全部見てからにしろって言われて、うんうんうん、そうよねって言ってちょっと今保留にしてるんですけど、ぜひいろいろ見ていただきたくて、はい、それこそテレビシリーズから見た方、うんうんうん、または映画から初めて見た方によって、あ、そっか、それは順番あるんですか。一応、まあ、放送順はあるけれども、うん、世界線もちょっとまたこういろいろ交差してたり、見ておいた方がいいものもある中、それぞれのこの20何年のエヴァンゲリオン、あなたのエヴァンゲリオンはどこからという、何から見たかで人によって感想が本当にバラバラなんで、あ、そうなんですね、これはちょっと全部見て、またそれぞれの方と語り合っていただきたい映画かなと、うんうんうん、あ、じゃあ同じ作品だけどやっぱこう捉え方、見る順番によって捉え方も違うし印象も違うし、へー、あ、面白いな、誰に感情を移入してみるかというのも世代と時代によってかなり変わってきてるかなって思う、好み結構分かれてるイメージが強い気がします、なんか、うんうんうん、分かれる分かれるそうなんですね、綾波レイさんと、うんうん、ソウリュアスカラングレーと、またそれが四季並みアスカラングレー、これで、ね、話すとね、もう大変なことになっちゃうね、大変なことになっちゃうんで、ちょっとね、またちょっとゆっくり教えてもらえればなと思うんですけど、さまどかちゃんの最近のおすすめの、はい、そう、私はですね、もう最近毎週こう、うん、この番組で映画コーナーを作っていて、うんうん、こういろんなのを見て紹介していくんですけど、うんうん、今回はあの横浜流星さんと吉高由里子さんの、はい、うん、君の瞳が問いかけてるっていう映画がありまして、ちょっと前にやってたやつなんですけど、うんうんうん、あの元ボクサーと、うん、あとはこう目が見えない、はい、あの女性のこう恋の物語なんですけど、うんうん、結構感動作で、すごいやっぱね、まあ、全部はちょっと喋れないですけど、うんうん、そのちょっとまあいろいろ昔に悪いことをしたそのボクサーの方がいて、うん、でその盲目の女性と会うんですけど、うん、出会うんですけど、うん、でもその方がすごく明るく一生懸命生きてるから、そこにこう惹かれていって、そうで、その女性もその彼の優しさとか、うん、こう落ち着いた雰囲気にこうね、心を許していて、お互いこう愛し合うようになるんですけど、うん、結構ヒューマンドラマですね。でそこにこういろいろとこうね、事件があったりとか、いろんなことが起こって、うん、
で、まあ、最終的にはっていう感じなんですけど、どうなるかっていうところなんですけ ど、 そうで流れが、うん、その物語のなんだろう構成とかがちょっと韓国っぽいなって思ってたんですよ、うん、で思っててちょっと調べたら、うん、実は2011年かな、うんうん、結構前にもともと韓国映画だったんですって、うん、あそうなんだ そ, うでそれがただ君だけっていう映画 で、うんうんうん、でそれをリメイクして、うん、今回日本では放映されたらしいんですけど、うん、で、もうこの際だからどっちも見てしまおうと思って、うん、見比べてみようと思って、うん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 、昨日2本続けて見てみたんですよ。体力あるね。トイレ大丈夫？大丈夫。トイレね自由に行けるんでね、止めてね。そうそうそう。で見てみたら、うん、そのちょっとわざと吹き替え版の方で見たんです。いつも結構、うん、字幕派なんですけど、うん、吹き替えで見てみたら、うん、細かいセリフとかその描写とかも結構同じようなセリフが多くて、ちゃんと再現度は高く、そう再現度がすごい高くて、うん、本当ちょっとした仕草だったり、うん、動きだったり、うん、でもやっぱ韓国と日本なので、うんうん、ちょっと出てくるちょっとキーワードになるお花の種類がちょっと違ったりとか、うん、そうあとは最初のシーンで、うんその女性が作った形は、うん、見た目は汚いけど食べると美味しいよって言ってこう渡すお稲荷さんがあるんですけど、うん、よかったら食べてって、うんうん、それが日本だとお稲荷さんだけど韓国だと海苔巻きなんですよ、うん、やっぱキンパだからそう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 、なんかそういう違いとかも楽しめるので、うんうん、そうあとはやっぱこう役者さんのやっぱその演技のまた違いとかも見れるので、うん、ちょっと続けて、まあ、体力持つ方は続けて見てもらってもそのあこここうしてるんだとかそういう風に見るのも面白いです。違いとかねそういうの楽しいよね。そう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 なんです。かなり通な見方だね、はい、すごいよありがとうございます。そう気になる、ね、ぜひ君の瞳が問いかけてる、うん、これはロミオとジュリエットの中のセリフで、うん、彼女の瞳が僕に問いかけているって何か答えを出さなければみたいなセリフがあるんですけど、うん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 、そこから撮ったらしいです監督が。へえ。そうだからそこも結構思い入れが強いのがこう分かる映画になってるので、うんうん、ぜひぜひそこもね見比べてみてください。気になるな。でも結構2本もね、はい、連続で見たら結構腰とか痛くなったりしませんか？うん、そうなんですよ腰痛くなるんですよ。そんなことにですねほんのちょっとだけね、はい、ご紹介させていただきたいのはこちらです。はい、骨盤整体カシャーンというね、はい、商品が、はい、もうありがとうございます。でこれねざっくりも大きくは説明しません、はい、めちゃめちゃ肩腰痛いなとかね、うんうん、テレワークが続いて、ね、リモートワークもね多いですしね。そうそれでちょっとでもこれはなかなか皆さん体感したことがないぐらい、はいはい、おーとねサポート感を感じていただけるので、はい、実際にじゃあ私も良いですか、はい、じゃあちょっとつけさせていただいてはい、じゃあちょっとね立ち上がる形になりますけれども、はいはい、私どこまで近づいていいかしら、はい、ちょっと手渡し、はい、手渡しで大丈夫です。の方でこれをじゃあこうですね、はい、はい、でサイズもですね、すごい M、はい、L、XS でございます。こっちマジックテープがついてるのでパチンとつけていただきました、はい、さあ、はい、両サイドになんか紐みたいなものありません、はい、スッチーのあ、大正解。大中のあれみたい。はい、これ分かるかな。持ってくれてるところを、はいはい、あ、もう、おお、見ました今この表情。すごい。すごいですねこれ。姿勢がピシッとなる。全部言っていただきました。はい、自分のね骨盤ベルト自分の力だとなかなか締め切れないんですけど、滑車がついてて、はい、手で締める10倍の力でスッと。なんていうんですかこの。レースアップみたいな、うんうん、ちょっと本当のコルセットみたいなね、うんうん、すごいですこれ締めがかなりしっかりサポートしてくれるんで、はい、お着物着てる時のあこう帯してる時の感じなので、うん、すごい姿勢が良くなりますね。もともとねもともと綺麗だけれども、はい、さらに背筋がスッと伸びてスッとなりますね。すごいこれは安定するんだよ。私もそのアクセサリーとかをちょっと座っても、うん、あでも座りやすいですね。やったこのまま今日はこのままでしていただきました。使用済みのベルトプレゼントとか、はい、あ、いいね
今日はちょっとね体感していただきながら、ちょっとご紹介させていただきました。こちらのカシャンがですね、はい、カシャン実はちょっと番組名は言えないんですけど、今日の夜、まあ、皆さんが多分ご存知の有名番組でも取り上げられるので、はい、またこれ売り切れになっちゃうだろうと予想されます。もう今もだってすでに在庫ないですもんね。ほぼ在庫がないんで、はい、まあ、ちょっと気になった方はカシャンで検索していただけると、はい、調べてみてください。はい、お願いします。確かにこれでも私もちょっと欲しいなと思って、うん、あのアクセサリーを結構お家でずっと作ってたりすると、うん、ね、もうすごい姿勢悪くなるし、うん、もうなんか変な体勢でやってたりするんで、うん、腰とかこう首肩全体が痛くなるんですよ。それをサポートしてて、これはいいですね。あとヒールとか履く女性とかはね、うん、やっぱ骨盤ずれやすかったりするので、うん、ぜひぜひカシャン、カシャンかっこいいですね名前がかっこいいよね。はい、で本当さっきね、はい、アクセサリー作る時って、はいはい、バラのモチーフの本当にあれ綺麗いやありがとうございます。嬉しいバラですよ。時代はバラだわ本当、ね、もうバラが好きなので、もう自分が欲しいものをね、今とりあえず思いつくのを作ってる感じですけど、うん、そうバラ推しで、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、はい、ではそんな感じで、はいはい、ではでは次の楽曲聴いていただきたいと思います。はい、まどかで100万本のバラ聴いてください。どうぞ。まどかで100万本のバラ聞いていただきました。ありがとうございます。でせっかくね京子ちゃんこう次の100本のバラにつなげるためにバラのモチーフって言ってくれたのに全く気づかず、すごいすっとんきょうなふりをしてしまったっていうね。いやいやいや、もうありがとうございます。アバウトだったね、ごめんなさい。後でさすがだなって気づくっていうね。いやいやいや、本当に申し訳ない、失礼しました。はい、ではではここで、うん、メッセージいただいているのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、本日のトークテーマがですね、最近聴いてる音楽は、うん、というね、ちょっとおすすめの音楽聴いてみました。うんうん、ヒデさんからいただいております。本日もありがとうございます。まどかさんこんばんは。ジャンプ中澤さんはじめまして。はじめまして。テーマ最近聴いているお気に入りの音楽は、うん、
先週流してました出井真理子さんの青空が今の僕のお気に入りで毎日聴いてます。とても元気になれる素敵な曲ですよね、お二人はっていうねメッセージいただきました。うん、そう、あの17の配信で仲良くなったバイオリニストの、あのバイオリニストさんがいらっしゃって、その子が出井真理子さんっていう方なんですけど、この間青空というね、そう新曲をリリースされてちょっとご紹介させてもらって、すごい素敵な曲です、そうキャッチーで、でもこうバイオリンの音色がすごい優しい音色なんですね、こう癒し系 の、 あの、その女性自身も癒し系な子なんですけど、そうぜひねそちらも聴いてみてください。聴いてみる。はい、京子ちゃんは、なんかおすすめの楽曲なんですか、最近これ聴いてるみたいな。最近ね、お守りのように聴いてる曲がありまして、うちのマンションの、あの隣が結構オフィスで、最近うるさいのね、ガヤ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 、なんか書いてたかもしれない、すっごい大声で笑うんで、あのちょっと申し訳ないなと思って、でも私も注意するわけにいかず、老人形の館をこうちょっと大きめにかけたら静かになってくれたんですよ。あ、そうだからもうちょっとお守りのようにね、もう、あ、さすが閣下、すごいすごい楽曲のねパワーってすごいなって思いながら、すごいですね、お前も老人形にしてやろうかって言われたらそれは黙りますよ ね、 いやもう閣下ありがとうっていう感じで、いや面白い、さすが閣下 ね、 ね、さすがですね。っていうちょっとハードな楽曲がね、割と私好きで、そうですよね、もともと結構好きなジャンルが似てたりとかして、そうロック系もね好きだったりバンドも好きなので、そうゴリゴリが好きなんだ。いやもうあのゴリゴリ感をまた早く体感したいですよね、ライブでね、ね、こうサウンドをこう肌で感じるっていうのをね浴びたいですよね。バスドラのドゥーンドゥーンっていう、そうグーってくるのが ね、 それがねなかなか、まあ、今ライブも、でも半分とかにしてやっていい感じなんですかね今は ね、 ね、でもなかなかね、なんかちょっとこうなんかライブやるのもちょっと怖かったりとかして、行くのもなるべくなんかこうちょっと遠慮しちゃうんですけど、そろそろライブ見たいしたいって思いますよ ね、 ね、 ね、やっぱり皆さん、あのアーティストさんの方もね、こちらでご出演されてる方ね、すごく多いと思うんですけど、今まで皆さん結構頑張って消毒もしてるし、距離も取って、そうなんです、クラスターってライブハウスで、ね、この1年多分ないと思うんで、そう全然出てないです、皆さん本当頑張ってるし、だからめちゃくちゃ頑張って、もビニール越しにやってみたり、お客さんも本当3分の1とかにしてやってる人もいますし、立ち位置がね、こう、そう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 、ここに立ってねって決まってたり、そうそう、こうね、あの場見て、ね、こうね、そうなんですよ、スマホに声援を入れて、お客さんが、わーっていうのを再生したりとか、それこそあのあ、こういうことですよね、ね、それをこれこれ、ね、でもそれをなんかうまくできたらいいのになとかって思ってて、つなげて何かにつなげて、ちゃんと会場全体になるようにとかできないのかなって、アプリでこれできるんじゃないですか、ね、これなんかやろうと思ったらできそうな、なんか野球の試合かなんかはそういうのやってた気がするんですよ、そう、あの音をこう押したら鳴るみたいなのがなんかあったら、お客さんが押してみたいな、そうそうそう、だからそれもライブとかで、うまくライブハウスでこうアプリで連携してやったらできるんじゃないかなとか、ね、そう、あとは、今年か、今年、あれ去年、去年ですね、去年ザ・イエローモンキーの東京ドームライブに行ったんですよ、で、あの人数で、もう半分ぐらいにしてますけど、あれだけの大きい会場で、そのコロナ禍にライブをやるのが初だったんですね、だから世界初な感じだったんです、すごい決断をしたっていうことですね、で、もうモデル版っていう感じじゃないですか、で本当もうお客様もみんな静かにこうちゃんと静かに見てて、誰一人声出す人もいないし、そう、でもみんな拍手で我慢してて、心の小人は騒いでますと、ね、そうですよね、であのとある曲でこうみんなで大合唱する場面があるんですよ、普段は一緒にこう客席のファンの人たちも一緒に歌うっていう、声出せないよね、どうしたらいいの、どうしたの、はい、でそれを、あのカラオケで、その声をお客さんたちがカラオケで録音します、もう事前に事前に、事前に自分で登録して録音したら、それの声を一斉にそのライブの生の時に
放送してくれるというか流してくれるんですよ。だから、うんうん、まあ、みんないろんな声がこう重なってるんであれですけど、自分たちの声が一応流れてるって、うん、だから大合唱してるみたいな雰囲気になるし、うんうん、アーティストさんもやっぱそれでこう気持ちもちょっとね、うんうん、違うじゃないですか。だからそういうやり方をしてたりとかして、そう、あ、面白いなと思って、その日ならではだし、そうそうそう、またカラオケで印税も入るから、うん、あ、そうですね、嬉しいよね。そうですね、ほらほら、もう一石二鳥、ね、一石二鳥でございます。さまざまな工夫をねみんなね、はい、しながらね、してますよね、うん、そうそうそう、そうなんです。本当時代がねどんどん変わるから ね、そうですね、うん、ちょっとね、どうにかどうにか早く普通にライブができるようになったらいいなと思っております、うん、はい、ではではここで、お、はい、本日もタロット占いコーナー参りたいと思います。今日はゲストさんがいらっしゃるので、京子さんの今日の運勢をね、うわー、というかちょっと何を占いましょうか。少々お待ちを。うわー、これ、はい、あのガチ相談してた。ガチ相談ガチ相談、何でしょう、ね、何でしょう、何いきましょう。お仕事のねことなんですけれども、はい、まあね、この時期だとやっぱりね、いろいろとちょっと不安事がね、ね、はい、そうそう、仕事やっぱせっかくなんで、ね、まあ、自分も表に出ては仕事はしていますけれども、はい、うんうん、昨年ね、会社を作ったりしまして、はい、自分がまだゴリゴリ頑張って表に出る方の仕事を、うん、比重をまだこうやっていくか、またはもうちょっと人や物を動かしてヒット商品を狙うとか、または僕に託すとかね、キャラクターの方でね、確かに本体をこっちにしちゃうとか、はいはいはい、確かに確かに、どっちに舵を切ろうかなと。ああ、僕だったらね、メイクとかしずにね、はい、このまんまでいろんなとこ、うん、いろんなことができるよね。確かに確かに、フットワークが軽くなったりとかするんで、うんうん、動きやすいですよね、うん、あ、でも、まあ、私が現地にいなくてもね、うん、彼がね、仕事をしてくれるっていうね。あと、あの動画でもね、こう分かりやすくできますし ね、やっぱ女性はね、こうメイクしたり準備したり大変だから、大変ですから、そう、ポンタ君だったらもうそのまま出れるから、そうそう、言いにくいことも言えたりするしさ、はい、そうそう、確かに確かに、ということで、ちょっと2択で見てみましょうか。どっちがいいのか、あ、どう、うん、見た方がいいですか。もしもね、どっちかで見てどっちもダメだったら、もうすごい暗い気分で帰ることになるからさ。いや、もうあの その場合アドバイスだったり、はい、今はこういう状況だけどっていう出方なので、うんうん、そこは大丈夫です。お願いします、はい、じゃあ2、どっちがどう出るかでいいですか、はい、2択で、うん、はい、商品開発の方に進んでいくのかな、はい、進んでいくのか、まだジャンプで頑張るのかな、はい、じゃあ、まあ、やめるとかじゃないですよ、うん、あの、まあ、どっちをね、比重を置くかですよね。負荷、そう、あ、でもすごいわかる、ね、仕掛けていくなら動きが変わるんで、うんうん、そうですね、そこね、そう、仕掛けていき方がちょっとね変わってきますもんね、うん、じゃあわ、こちらをジャンプ中澤さんとしてこう表に出ていく方、はい、じゃあこっちを商品開発とかちょっと人を動かす方、人と物を動かす、はい、うん、ちょっと見ていきますね、はい、うわ、ドキドキしますね、どんな感じで出るでしょうか。すみません、電波で本当にこの悩みをね、もう、京子ちゃん、どちらに比重を置くのが良いのか見ていきます。動き方がね変わるから本当に、はい、お、そしてうわ、何だろう、人と物を動かす人や両方ね、バランスよくやれればいいんですけれども、ね、そうですね、まあ、体もいつまで動くか分かりませんからね、はい、分かりませんからね、はい、38歳でございます。言っちゃった隠してないんで、はい、出ました、はい、出ました、はい、ですね、ジャンプ中澤さんの方に比重を置くってなると、うん、ムーンの逆、月の逆ですね、うん、このカードが出ております、うんうん、そしてその物や人を動かす方、そのね、ご自身の会社をこう、うん、うまくねやっていく方はジャスティスの逆なので、ジャスティス、はい、これね、あの、でも三角関係とかそのいろいろとこうどちらもみたいな意味もちょっとあるんですけど、バランスが大変なやつですね、バランスがちょっと少し崩れるのかちょっと見ていきます。ムーンの逆はその見えなかったものが見えてきたり、あとはちょっとこう
なんていうんですか、先行きがわからないなっていうのが逆にこう見通しが明るくなる、うんうん、こう月ってやっぱ夜のカードでこう霧がかってるイメージなんですけど、うんうん、その霧が晴れるとかそういう意味もあるので、そう、あの危険回避ができるとかですね、 あとは状況が見えてくる、うん、あと現実的にこう捉えることができたりとかですね、問題の原因を探れるっていう感じですね、うん、あら、いいんじゃないの、あんた、うん、あら、うん、そう、だからまだちょっと表で出ていく方を比重に置いておいた方がいいのかなっていう感じですね、うんうん、そう、うん、本当に欲しいものは何か、こう心で確かめることができるとか、それを今そっちで見ていった方がいいみたいです。なるほど、そう、思い込みからの不安とか疑いは、うん、追い払った方がいいそうですよ。なるほどね、で徐々に次の展開が見えてきたり、うんうん、曖昧だった話が具体的になるので、はい、っていう感じでございます。そう、なんかね、偽りに気づけたりとか悪事が暴かれたりとかしますよ、はい、そしてじゃあね、ちょっと人や物をこう、人や物を動かす方、ゴリゴリ仕掛けるぞ、プロデュースするぞ、はい、とか、うん、っていう方ですと、うん、あ、でも、あ、そうなのか、バランスが崩れることで起こる変化っていうこともあるんですよ。自分が今までのバランスをやっぱ崩すことになるじゃないですか、うん、今までこうやってきたものをまた形がちょっと変わる、うん、だからそこで起こる変化もあるんですけど、うん、そうですね、でもちょっとバランスを取り戻した方がいいとか、うん、ちょっと関係のバランスが崩れちゃったり、人間関係とかですね、そう、あとはちょっと利用する人が出てきたりする可能性も、うん、怖いよ、そう、怖い、可愛い目、ね、ちゃんと押さえてるそうあるので、ちょっと気をつけた方がいいかなっていう、そう、あと不当な報酬、だからこう見合う報酬が得られないっていうのもありますね、うんうん、自分がこう働いた割にはこんだけ動いたのに見入りが少ないぜとかっていうこともちょっとまだあるかなってっていうとこがありますね、うんうん、ちょっとバランスがまだ少しまだかなっていう感じがあります。もっとお勉強してからですよ、うん、はい、本田に言われましたはい、そうですね、だからまだ、うん、そう、こっちのジャンプさんでやっていきつつ、ちょっとずつシフトチェンジがいいのかもですね。まだプレイヤーの時間は、うん、まだプレイヤーの時間を残しながら、主に、うん、やりながら、うん、徐々にっていう感じが良さそうです。なるほど、うんうん、すげえ、もうね、不平等な扱いだったりとか、労働と対価のバランスが書いてしまう感じになっちゃうので、怖い怖い怖い、ますます過労死しちゃ う危ない、もうただでさえ忙しそうなのにそう、ちょっとだから徐々にが良さそうな感じでございます。あー、もうすっきりしました、はい、もうね、ちょっとご指名いただけるうちはまだまだちょっと誰かにバトンを、はい、うんうん、まあ、ちょっと渡さず、まだまだね、はい、求めている場所がたくさんあらっしゃると思うので、うんうん、ありがたい、はい、じゃあこのまま、はい、でぜひ皆さん今聞いてくださった方、はい、ちゃんと私が、ね、こちらまでってやつですね、まどかちゃんに占ってほしいっていう方、はい、あ、全然もう今京子ちゃんのお仕事の方で言われてる、ありがとうございます、はい、もう今日今聞いてくださった方、はい、あ、よかったねって思えるように頑張ってまいりますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、いい商品を届けます、はい、ありがとうございます、はい、チーン、よかった、すげー、もうすごいドキドキしちゃう、ね、結構ね、こういう意外と皆さん、うん、ゲストさん、こう重いことをね投げかけてくださる、私に託していいのかと思ってあ、やばいとかね、うん、ちょっとドキドキしちゃうんですね、ドキドキしちゃうんですけどまあでも結構そのままこうね、うん、でも改善策もやっぱまだある状況のことが出るので、うんうん、そうならないようにっていうのがねできるので、そういう感じで聞いてもらえればと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ではでは、ここで本日の3曲目聴いていただきたいと思います。まどかでアンブラスモア、聴いてください&ご覧ください、どうぞ。
はい、まどかでアンブラスモア聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではではここで本日も心理テストコーナー参りたいと思います。皆さんもね、一緒にやってみてください。暴かれちゃうぞ、はい、心の中、ね、京子ちゃんの京子ちゃんの心を暴いちゃいたいと思います。怖い口が回らない。大事なとこ噛んじゃったね、はいはい、大事なところにね、いつもね噛むんですよね。そこが魅力、はい、本当ですか。いやいや、もうちゃんとね、もうどんだけラジオやってるんだっていうね本当に、はい、そこがいい。ありがとうございます。では第1問目、はい、行きたいと思います。1問目ってことはいっぱいあるぞ、はい、気をつけろ。いっぱいあります、はいはい。最近の自分の中にある、うん、情動の中で最も多いもの、うん、あるいは今感じているのはどんなことですか、うん、4択です。4択。1、やる気が出ない、うん、2、プレッシャーを感じる、うん、3、不平不満を言う、うん、4、他人に頼りたくなる。どれでしょう。あ、もう言っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。1、お、やる気が出ない。やる気が出ない。あ、本当に。あの締め切りが直前になるとふわってなるけど、はいはい、まだちょっと今、まあ、ちょっと締め切りまで、あ、ちょっとあるからあの宿題最後の最後1週間でようやく手つける子みたいなことですよね。そういうタイプなんで、ちょっとまだ気持ちは液状化してる、はい、まだちょっとふわっとしてる感じです。ちょっとスライム状態、スライムで抜けてない私は、はい。あ、私は、うん、なんだろうな、4かな。ちょっと不意に他人に頼りたくなるみたいな、はい、そう、なんかこう不意にありますね、うん、たまに、なんかずっとは思わないけど、うんうんうん、ふと思うみたいな、うんうん、はい。じゃあですね、皆さんはね、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか、はい。これはですね、何がわかるかと言いますと、はい、はい、選んだもので気づかないうちに不調になっている部分、うん、あら怖いぞ。自分のね、どこか不調になっている部分が分かるという心理テストでございます、うん。じゃあまず1番、やる気が出ない、やる気出ない、京子ちゃんが選んだやる気が出ないを選んだ人の隠れ不調箇所はですね、うん、頭です。うわ、もうポンコツになってるってこと頭皮がやっぱね、疲れで硬くなってたりとか、うん、まとめ髪などで血液の循環が悪い髪型をしていませんか、うん、あるいは眼精疲労が起こるような仕事を続けているのかもしれません、うんうん。やる気を起こさせる部位は、頭です。様々な影響をダイレクトに受けやすいので、うん、悩み事が続いたり余計な心配をしたりしているとやる気が落ちてくるのです。一度何も考えずに、それこそ頭が空っぽになるぐらい休めると改善する可能性が高いでしょう。なるほど。やっぱ駆使を、めちゃくちゃ駆使してるってことですね、きっと ね。じゃあ本当、私と同じ1番を選んだ方にはおすすめの頭皮ブラシがありますんでね、うん、ぜひね、お問い合わせください。今流行りの、ね、あとはあのヘッドスパとかもね、行くといいかもしれません。そして2番、はい、2番のプレッシャーを感じる、うん、選んだ人の隠れ不調箇所は背中です、うん。あら、背中。背中が妙にこわばっていたり、うん、気がつくと猫背になってなったりしていませんか、あるいは最近自信を失うような出来事があったのかもしれません、うん。背中は第二の顔と呼ばれ、その人の意思を表す部位です。第二の顔、うん、そうなんですね。プライドの高い人ほど精神的な疲れや他人からのプレッシャーのために不調になってしまうのです、うん。運動などで背負った全てを跳ね返すぐらいの気持ちで体を動かすと解消できる可能性が高いでしょう。なるほど、ね、プレッシャーね、確かに背中ね、うん、凝っちゃうから、うんうん、マッサージガンがおすすめです。結構ね、凝りますもん ね、緊張とかで ね、うん、はい。じゃあ3番の不平不満を言う、うん、選んだ人の隠れ不調箇所は腰。今ね、私骨盤ベルトさせてもらってますけど、3番の方は下肢案ですね、はい、下肢案必要です、うん。腰がだるかったり、立っているといつの間にか股関節の重心が左右どちらかに偏ったりしていませんか、あるいは最近がっかりして腰砕けになるような目にあったのかもしれません。腰砕け、そう、ね、腰砕け。腰は体の中心で人生の満足度を表す部位です。不平不満を言ったり素直になれずにいると不調になりやすいのです、うんうん。もしできるならば引っ越しや転職といった新しい一歩を踏み出してみると改善する可能性が高いでしょうっていうね。確かにそうなんですね。でもやっぱこうね、心の乱れってこう体にも出るって言いますもんね。病は気からっていうぐらいですから、うん、そうなんだ。腰、まあ確かにこう重心もね、腰ですもんね。力を入れるのも何でも、もう、そう、骨盤締めないとね。そうですよね。はい、そして4番、私が選んだ他人に頼りたくなる、何だろう、選んだ人の隠れ不調箇所はふくらはぎ。あら、あ、
ふくらはぎ、膝から下がむくんだり、うんうん、足先が冷えていませんか、あるいは最近目的を見失って途方に暮れるような出来事に遭遇したのかもしれません。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれていますが、うんうん、人生の情熱を測るバロメーター、実際に自分の足で歩かなかったり他人に依存して暮らしたいと考えていると不調になりがちです。入浴やマッサージなどで血の巡りを良くすることで解消する可能性が高いでしょうっていうね。うん、確かにむくみやすい。でもなんか動きすぎてむくむみたいな、エネルギッシュ、エネルギッシュもうちょっと立ちすぎてとかね、歩きすぎてっていう感じですけど、うん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 、だから最近湯船結構ねシャワーで済ませちゃってたので、同じ私も、うん、そう湯船になるべく入るように、思いついたら入るようにしてますね。思いついたらそうもう常には入れなくて、だからあの日本酒、お風呂用の日本酒とかがあるので、芯から温まるっていう、 そうそうそう、それをとあのバスソルトを入れてちょっと温まるようにしてます。みんな今まどかちゃんの入浴シーンを考えてドキドキしたなそんなことない、そんなことありますかね。ドキドキしてますよ今皆さん、はい、うん、そんな感じでございます。皆さんね、体調には気をつけてください。本当に気をつけてほしいですね、うん、そして、うん、どうかな、じゃあもう一問さらっといきましょう。はいはい、あなたは友人の部屋にいます、うん、友人がコンビニに行くことになり、一、うん、人部屋に残されたあなたは部屋を物色しようと思いました。どの場所を物色しますか。 A クローゼットB 冷蔵庫C 机の引き出し D ベッドの下。どれ全部物色しないよ ね普通しないですよね。ただ私はもう圧倒的に4ですね、はい、あ、不審者が友達の家にストーカーがいたら危ないから。確かに確かにそういう怖い話ありますもん ね。え、私なんだろう、ドラクエじゃないんだからみたいな、わかんない。でもせめて冷蔵庫なんか何入ってるんだろうみたいな、かわいいそうそうそう、なんか何入ってるのかなみたいな、健康かなって、そうそう、なんかそういう感じ。冷蔵庫ですかね、うん、じゃあこれは何がわかるかと言いますと、はい、あなたが人を裏切る理由がわかる心理テストでございます、うんうん、はい、じゃあ A のクローゼットは上から命令されて、はい、やっぱねクローゼットに収納されてる服はステータスを象徴するので、あなたが裏切る理由は権力のある人から命令されて、うん、あるいは忖度の結果、うん、出世欲が強い人であればあるほどそれがチャンスとなれば仲間を裏切ることも厭わないはず、はい、権力のある人間に逆らうことができないタイプかもしれませんっていうね、はい、じゃあ B の冷蔵庫、冷蔵庫、はい、冷蔵庫を選んだ人はですね、なんだこれ、好きになってしまったから、あら、食材を保管する冷蔵庫は恋愛を象徴しています、あなたが裏切る理由は恋愛においてでしょう、うん、友人の恋人を好きになってしまったらアプローチをしたり時には奪ってしまうことも、恋愛は自由とはいえ分別はきちんとわきまえましょう、二股や浮気などにも注意です。いや私やんないよ、やんないですよ。僕明日からまどかちゃんの相棒になるかもしれないね怖い怖い、はい、じゃあ C の机の引き出しはですね、はい、お金が関わると、うん、やっぱ机はねの引き出しは富を表すので、やっぱりあのあとお金は裏切らないという意思も強いので、思想が強いので、うん、最終的には人よりもお金を信用するっていうところで、お金が関わるとねちょっと裏切ってしまうかもしれません。あ、はい、あ、待って、こっち D の答えが、 D の答えが、 D の答えが当たり、はい、ベッドの下を選んだ、はい、京子ちゃんが選んだものはですね、はい、無意識に裏切る、怖、睡眠を司るベッドの下はあなたの無意識の象徴です。で、無意識に裏切ってしまうタイプ、裏切るなんてひどいなどと言われて初めて自覚することが多いでしょう。自分がやっていることが周囲の信頼を裏切る結果になると全く思っていなく、悪意がない分立ちが悪いかもしれません。一番やべえサイコパスじゃん京子怖い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 、すごい。でも京子ちゃんはそういうの全くないと思います。ただ15年ぐらいね、ありがとう、もうずっと仲良くしてもらってますけど、でも分かんないよ、ポンタが言ったんだよとかね、ポンタのせいにするかもしれない怖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 い、そんなこんなでもうお別れのお時間があっという間に近づいてきてしまったので、はい、本日はね京子ちゃん一緒にトークありがとうございました。ありがとうございました、はい、ちょっとねまたジャンプ中澤さんとしての活躍も、ツイッター、インスタグラム、あと、はい、フェイスブックも、ね、もろ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 やられてますので、いろいろね最近は、はい、テレビなどもご出演されてるので、ぜひぜひ皆さんチェックされてみてください。ではでは本日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、ゲストはジャンプ中澤さんとポンタでした。ありがとうございます。バイバーイ。